はい、ウクキャットです。皆さんお元気でしょうか、えー、今日は久しぶりにね、えー、透明水彩を書いてみたいと思います、えー。ハワイシリーズをね、今年いっぱい書きましたが、9月からちょっとしばらく書、えー、いてなかったですけど、ここでまたちょっとね、えー、今年のなんか夏のね、思い出ということでね、 一つ書きたくなりましたが、えー、ホテルがね、海じゃないんですね。今日書くのはね、実はね、えー、The Royal Hawaiian っていうね、通称有名なピンクホテルっていう、えー、ホテルです。誰もが憧れるホテルですね。この隣にある、えー、ところも、えー、む,むちゃ、ね、有名なホテルがありますし、えー この上で、ちょっと奥、左の奥の方にあるのが、あれ、多分、ええー、と、何でしょう、ヒルトンかなヒルトンホテルになると思うんですけども。えー、いやー、僕もね、ここ、ここはね、まあ、ああの、海岸をね、歩いた時に見たんですけど、で、写真撮ろうと思ってね。えー、多分、あの、二日目、ハワイ着いたも2二日目の時に、朝にハワ、 ワイキキビーチをね、散歩しようと思って、ずっとね、えー、えー、泊まっていたハレコワっていうホテルからね、えー、カピアロニパーカの方に向けてね、えー、歩いてったわけなんですけど、本当に海岸沿いを歩いてったわけです。で、その時はもうどのぐらいの距離感か全然わかんなかったので、えー、なかなかね、あ、でも1時間ぐらいそこを歩いてったんですけど、その途中に、わあなんていう、 ね、派手なホテルがあるんだってその時僕あんまりこう情報がなかったのでこのホテルの名前も何も知らなかったですしあでもいきなり何て言うのかなファンシーな、ね、映画とかに出てくるようなピンク色の建物に驚きましてねでままあ 結構、皆さん、ハワイ行く人はね、もう当たり前にしてるような、ロイヤルハワイアンという場所だそうで、皆さんね、よくあの、芸能人とかもうね、そこに泊まったりね、あ、そういえば先日なんだっけかな、あの、えっと、ショコタンっているじゃないですかね。彼女がここに、今度はここに泊まりたいって言って、多分ね、ハワイアンビレッジかとかのホテル泊まってたと思いますよ。 まあそういうことでね、えー、今回は海を描かないで、このホトリを、ホテルを描きました。あんまり建物描かないんですけどね、普段ね。まあ建物を描くのも勉強になりますので、えー、描いてみました。えー、光がね、もう前方から当たってるので、影とかがないので、絵としては非常に難しいですよね。ペタッとした絵になっちゃうので、まあそれでも、 いやと,りとりあえずね、えーまあ、思い出にというか、えー、一回書いてみたかったのでね書いてみます建物とかやっぱ逆光とか難しいですよねそれからやっぱこうビ、まあ、ルマの建物とかやっぱある程度やっぱまあ建物だけじゃないですけど日が斜めからとかね横からとかどうでしょうねが書きやすいと思いますね こう一切影がないというか、ええー、まあまあ、た、多少あるんですけどね。だから、ビルの入り口入ってく方っていうか、なんていうのかな。下の方とか、からビルのちょっとの間のとことかね、あの木のところにある影とか、そういうぐらいの表現しかなかなかできないんですけど。まあ、これはこれでまたね、勉強になりましたけどもね。 えー、ハワイと、まあニューヨークっていうのはまあ僕はハワイに今年夏行った時にやっぱもうねついてなんでしょうねやっぱもうパラダイスあの人も穏やかというか皆さんねこうサンダルで道歩いてるわけですしビーチなんかねまあヌードビーチってことはないですけど皆さんね気楽なもんでございますよまあそういうとこに行くとね 緊張感っていうのが、なかなか、なんて言うのかな、ニューヨークと比べるとなくてね、やっぱこうストレスがね、こうね、解放されてね、非常にね、良かったですね。えー、でもう、ニューヨーク帰ってからは、まあ、もう、ニュー、正反対ですからね、えー、最も、なんでしょう、緊張感がいつもあり、えー、ストレスフルであり、 ねえ、もう、ガシャガシャしてたり、えー、乱暴であったり、まあ、そういうような、まあ、ところもある街であります。まあ、と言ってもニューヨーク大好きなんですけどね。まあ、でも、あの、交通とかね、みんな車の運転とかね、結構、あれですよ、やっぱね、すごくね、うん、あの、なんていうのかな、みんな乱暴ですからね、気をつけてね、くださいね。日本はどうなんでしょうね。街々とか、 によって違うと思いますね。田舎の人とかは、あの、結構、どうなんでしょう。穏やかに運転してるのかな。まあ逆に、ほら、細かい道とか、長い、なんていうんですか、ね、細かい,かい、狭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 いところでね、運転するのとまた、広いところで運転する感覚も違うでしょうしね。いや、実はね、今日はね、えっと、昨日、おとといですか。 ウクキャットね、人生初めてね、まあ、こんな絵のこれを載せてる時に言ってどうなのかわかんないんですけどね。えっ、ー、と、車、車のカーアクシデントにね、巻き込まれちゃいましてね。いや、もうびっくりしましたよ。今これ絵、絵を描き、描きましたがね、あの、なんか絵を描く気分にもね、本当にね、ならないぐらい、あ、どうしようと思っちゃいましたね。 ちょっとね、ストレスガーンときましたね。まあ、あんまり心配しないでくださいね。でもね、いや、ここ12月ね、年末に向けて頑張って、ね、あの、絵画展がありますので、ね、頑張ってきたところなんですけど、えー、ただねか、あの、タクシーに乗って、乗ってたわけなんですけどね、日曜日にいつも教えに行くって、あいつも話してた、ま、と思うんですけど、えー、帰りにいきなりね、その、 えー、ニューヨークっていうとこやっぱねほんと車があの運,転運転がすごくてね、えー、前後の車はあの車間距離があんまりないのに後ろからねスポーツカーが突っ込んできたんですね僕が乗ってる車にまあまあ運よくあの僕が乗ってた車はねあのそんなに傷もなくてバンパーがちょっと軽くめく,めめくれたぐらいででもぶつかってきた人 ここは大変ですよもうあのフロントがねぐちゃーってねもう潰れてましたよでであのエアバッグですかあれまで開いちゃってて大丈夫かねってこの人は生きてんのかねぐらいでしたけどねまあでもう普通に歩いてましたけど、まあうん、僕は車普段乗ら,乗らないのでねちょっとねびっくりほんとびっくりしてねいや怖かったですよ 人生、こんなこと、こんな怖いのは、久しぶりかな、ぐらいっていうか、運転ってこんなことないですかね、車はね。なのでね、結構いろいろショックがありましてね、えー、その最中に今これを、あの、撮ってお,おりますけれどもねいや、絵を描くでもしないとね、逆に絵を描ね描いててね、逆にね、やっぱ、あの、いいですよ。紛らう、紛らなんていうのかな、気持ちがね、 整うというかねいやー皆さん当ねあね年末とかね年末年始とかよくね、えー、あるじゃないですか実家とかあるからね皆さん本当にね気が緩みやすかったりするとね大変ですからねご注意くださいねあんま驚かすわけじゃないんですけどね自分もただただ客で乗ってたのにね何にもそういうことでもね事故とかねありますからね まあ僕は本当ラッ、ほにね、守られたというかラッキーで、ラッキーでね、えー、事を言うとね、うん、全然無傷でね、あの、こうなってるわけですけども、あの、ちゃんとね、この絵なんか書いてるわけですけども、えー、まあちょっとね、精神的にね、こうストレスがかかってね、今ちょっと、えー、えー、なんていうのかな、いつものウグキャットより少しね、 えー、なんちうのかな。なかなか、えー、まとまらないという感じではございますが、今、まあ、いつもまとまってないか。<laughs> まあ、でもちょっと引き続き、ね、無理はしないで、えーの、今ね、ゆっくりしているわけですよ。で、まあ、明日、明日からまたね、えー、ウク、ウクキャット、ウクハットで働きますけれども、年末、あと、本当に10、十、 ね、15日ですか今日何日ですか ?14 日でしょじゅあと半月ですよ。半月ね、この、このままね、ちょっと、多少のやっぱね、車のそういうのがあったので、ちょっと精神的にあれですけどね、体にはちょっと影響出ないんで、このままね、えっ、ー、と、海外展ね、頑張っていきたいと思いますので、えー、応援をね、よろしくお願いします。えー、ということでね、海外展ね、ぜひね、皆さんね、えー、ニューヨークの、 近くにお住まいの方、えー、大晦日にレセプションやります。それから1日から1ヶ月間ね、えー、やりますので、ぜひ、えー、ウェブサイトとかにいつも詳細載せていきたいと思いますのでね、チェックしてください。えー、概要欄にね、えー、引き続き情報を載せていきます。ということでね、ちょっと全然絵と関係ない話してしまいましたが、えー、ちょっとね、 心配している人もいて、ちょっといろいろ連絡がかかってきてね、電話がかかったり、メッセージが来たりということでね、ちょっとえここでもね、ご挨拶というか、お話しさせていただきました。本当、皆さんね、お気をつけください。ということで、ハワイの,ねあの旅でもう本当、最高の思い出ができましたけれどもね。 えー、このホテル、今度、こういうホテルに泊ま、泊まりたいなぁとは思いますけどね。すごいですよ。一泊、おいくら万円でしょうかって、すごいですよ、これ。もうね。一番安いところでも結構大変でしょうね。僕のニューヨークの家賃が出ちゃうんじゃないかなぐらい <laughs>。そこら辺はね。まあ、あれですけども。いや、本当に大変ですよ。 すごい高級のね一、一泊、一泊だけで本当ですよ。僕のニューヨークで、ね、住んでるところでさえの家賃も出ちゃうような高級なところがあるかもしれないね。VIP の部屋だとそのぐらいするんでしょうね。まあ、外から見,見るぐらいでも素敵ですから。まあ、またね、えー、ハワイ行くときにはね、でもちょっとここの この中かなあの、毎イ毎イ,イ,イバーっていうのがあったかな毎イ,イの美味しいところが飲めると、場所がこの中にあったような気がするので、またね、行きたいと思いますよ。本当に。まあ、来年、頭からね、絵画展大成功させて、本当にねえええ、好きな人がいたらね、ぜひね、ご購入いただいてね、また僕の、あの、絵画活動のね、え 資金ができたらなと思いますのでぜひぜひお友達とねお誘いお越しくださいえー、今日の絵は正面というか海岸の、ね、方からか見たこのダ・ロイヤル・ハワイアンなんですけど本当は手前にね何、えー、て言うのかなこう船がねこの中手前にね2層ぐらい船ってどういうオーバークラフトって何て言うんですか 2つねこういわゆるカヌーのようなものがあってそれをこう棒で橋渡ししてみたいなのあるじゃないですか。あんなような船があってあ奥の方手前に1つだけねその1つのカヌーみたいの書いたんですがあれがね2つ重なってお大きいやつがあるんですそれが手前にあったんですけどそれを書くか書くまいかと思ったんですけどあんまりねあの いろんなものを描きすぎちゃうとどこにフォーカスしていいのかわかんなくなっちゃうと思ったので今回もシンプルにピンクホテルだけ描きましたまあそれのアクセントになる手前のヤシの木ねちょっとセンターからちょっと左側のあ,あたりをねよく見えるようにしてで奥のヒルトンかな他のホテルあの黄色くなってるのね 方は、まあすねまあ、距離感がある感じで書いておりますけれどもまたね時間がある時にね今度あのこれ今透明彩でまあ、1時間ぐらいで書いたやつなんですけど今度「油絵」でねまだ実はハワイアンシリーズでも「はなんだ油絵」で書いてないんですよねだから今度ね じっくりね、時間を作ってね、アプライト、または、えー、アクリルでも描いてみようかな、なんて思います。トルピカルのやつ、アクリルで描くと、なんか面白い、ね、なんか、映えてってやつですか。いい感じがするのでね。えー、今年もあと15日で、準備が多いので、なかなかそこまではいかないので、えー、来年の楽しみになってきましたね。えー、ということで、クリスマスがもう、あとね、 あと10日でクリスマスですよ。えね、皆さんね、師走は本当にね、あっという間に過ぎていきますがね、本当に僕もこんな事故に巻き込まななんて思われてなかったので、えー、油断待機的でございますのでね、えー、残り2022年頑張ってね、えー、健康で、無事故でこのまま、 頑張っていいきたいと思いますそして、えー、いいね2023年が出発できるようにね、えー、頑張っていきましょう皆さんもねえー、あとやっぱね年末って忙しいんですけどまた演奏活動もね忙しいんですけども、えー、毎週金曜日前も言いましたかな金曜日えっ、ー、とブルックリンの「 グリーンポイント、えー、ポーリッシュレストラン、カチマってところで演奏してますので、えー、ニューヨークにお住まいの方、これを見てる方、ぜひお越しください。ということでね、だいたいもう最後の方に、えー、なっておりますけども、今日はもう下書きとか全部入れて、えー、1時間半ぐらいかな。 建物はね、やっぱどうしてもね、下書き時間かかりますけどもね。あって言ってもそんなに丁寧に、丁寧にっていう、あれじゃなくて結構パッパッっていうスケッチな感じでね、書いておりますけども。やっぱ絵を描くってことは楽しいですね。えー、またね、いい気分転換になりました。ということでね、えー、マスキングテープを外しておりますが、 またね、こういうのはね、学ぶち効果。ね、学があるとね、なかなかね、えー、また良くなりますよ。ということで、グギャット、これからも頑張っていきたいと思います。ハッピーホリデー !And, aloha!